はい。健康ドカーン、はい、やっと始まりました。すいません。16分遅れで、はい、すいませんね。いえいえ。まあ、こういうことも生放送ありますね。生放送ですからね。生放送だから。ありますよね。完璧はちょっと難しいかもわかんないね。そうですね、うん。今までにもいろんなトラブルありましたけれどもね。はい。ついこの間もね、うん、誰かがブレーカー落としちゃって。え？停電になりました、ここね。雷台も落ちたのかなと思ったんだけど、雷じゃなくてもうブレーカー落とした人がいました。人がいたってことね。いました、うん、あっけに捉えました。僕は一体何が起きてんだろうと思いましてね。今までにもいろいろありまして、雷落ちてね、本当、うん、パッてこう消えた時もあったしね。もう何が起きるか分かんないよね、うん、まあそうですね。これが生放送なんだね。生放送ですか ね今日も人参をいろいろ持ってきていただいて、はい、昨日だいぶ売れたみたいで、今日かなり補充したんですか？するのやめた？補充しようと思って来たんだけど、うん、袋に入れたのじゃなくて裸のやつで、なんていうの、まだ梱包してなかったってことですか？袋詰めは。いや、袋詰めのどこ置いたのか分かんなくて置いといてしたの。それでこれだろうと思って持ったらどっか置いてきちゃったんですか？会社の中にあるね。入れ替わっちゃった。入れ替わっちゃった。そうですか。そう。そうですか。葉っぱ付きでね、あったんだけどね。なんか連チャンで今日はやってますね。はい、うん。まあ、今日こういう雨の日は畑仕事何やるんですか？畑はまあ休んじゃった、最近は休んじゃった方がいいんじゃないかなと思うくらい。体悪くしちゃう。あ、休むと体悪くなる。調子悪くなるね。今日は何してたんですか？カッパ着てたの？今日はね、免許証の講習。認知症のテスト。認知症の人は免許取り上げられちゃうんでしょ？いやいや、あの試験があるんだよ。認知症試験がある。あるある。それ何点って取らないと、はい、講習するわ。もう一度講習受けなきゃなんねん。それ大変ですね。うん。それで、うん、あんたもうちょっとだったねってことで、また行かなきゃなんねん。もう一回行くんですか？もう一回行きます。はい。そうですか。大変だね。もう少しで、うん、惜しかったねっつったけどね。惜しかったねって、こいつは慌ててやんねんの、うん、ゆっくりやってるから時間内に終わんないわけ。あ、なるほど。そんないっぱい試験があるんですか？いやいや、あの筆記試験。筆記試験っていう筆記で、まあ、筆記みたいなもんだね。筆記みたいなもんチェックしてるの。あ、だからどれだけ覚えてるかって丸×式ってことですか？じゃなくて、質問出すやんね、うん、それで例えば数字だったら1と5、うんうんを消しなさいっていうのがあるわけ。おそれでのんびりやったら全部消せなかった。あ、なるほど。あれで引っかかったかなと思ってね。お、うん、じゃあそれで時計があってね、そこに数字を入れて、うん、それで入れたら、検査員がさ、うん、何時何分でそれを書けと。あ、そうですか。そんな厳しいんですか今？どうなんかそうなっちゃったんじゃないの？ なんかすごく多いみたいよ、うん、年寄りの、ね、年寄りの交通事故が多いから、うん、逆走してくるもんね。まあね、だって逆走する人たまにいますよね。増えてんじゃないの？僕もあの国道155線の4車線道路なのに、うん、はい、こっち2車線じゃないですか、うん、で前からね車走ってきてどうしようと思った時ありましたよ。うん、どうします？そしたら前から車走ってきて155線だからかなりスピード出るじゃないですか、うん、もうねしばらく遠いとこからね、あの発見したんですよ。やばい前から来た、やばい、これどうしようと、そーっとブレーキかけてスーやそっと左に避けたんですよ。ブレーキかけてもまずいし、急にハンドル切って向こうもハンドル切ってきたら正面衝突しちゃうじゃないですか。だからもうそーっとハンドル切ってね、え左がだから2車線ってことは向こうはあのしっかりした道路走ってるつもりだから、こう対抗するから2車線の左側走った方がいいと思いますね、うん、やばい。あの何年前だったかな、もうドキドキしました、あの時は。だって、はい、逆走したことあるもん。あるの？あるあるある。言ってただけね、なんだろうと思ってなんだろうって昔はあそこ2車線だったよね。うん、その頭でいたんだよね。あ、実際あここ4車線だった。そうですか。そうやばいです。こ
だからその時は車もそんな走ってなかったから。 あとね道の構造が反対車線に入っちゃうような構造のところあるんですよ。あるある、うん、僕入りそうになってやばいと思って、うん、逆行しちゃうって年老の仲間になっちまうっつって思ってもう必死でどうしたらいいんだろうってとこですよ、ね、焼津のね、うん、私立病院のところをね、はい、右折車線入っちゃったんですよたまたま、うんうん、そしたら右折すりゃいいんだけど斜め前行くと反対車線行っちゃうんですよねあれ道の構造良くないよな。あれ気をつけないと150号線バイパス、うん、何か所かあるよ、うん、あれ直せない。それとセンターラインが今見えないじゃん、はっきりしないから、うん、間違えて入っちゃう場合もある、うん、あれを直すな。やっぱり車がね、うん、逆行してますよっていうこうなんか合図とかすればね。やっぱでもいろんなのがね、うん、出てきちゃうと混乱するからね、うん、だから今の道路の作り方、うん、もうちょっと考えてもらわないとさ、うん、そうだね、逆走は危ないからしても、うん、そのような作り方になってんじゃね、うん、大体でもまともな人でも間違えちゃうよね、うん、何か所か危ないなっていうのがある。危ないよね、うんうん、若い人でも間違うと思いますよ。間違うでしょ、うん、間違うでしょ。間違っちゃ困る。間違っちゃ困るよ、そりゃ。間違っちゃ困るけど、うん、間違うような構造になってるの。間違わないでください。はい、気をつけます。間違えそうだったらね、もうそこ間違ったと思ったら急ブレーキかけて止まっててください。みんな避けますから。危ないね、危ない本当に。ね、ね、うん、うん、そう。気をつけてくださいよ。気をつけてます。うん、今日大丈夫ですか？大丈夫です。これ暗くなりましたけど。ああ、大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。そうですか、うん、危なかったらやめるよ。笑って済まされないもんね。笑って済まされないですよ。ねえ。ねえ。本当って何か所かある、そういうのが。それと変なとこが。変なとこある。間違えそうなとこが何か所かある。それはまずいな。今度チェックしておくからな。こことここは気をつけろとかね。うん、そうですよ。チェックしてください。チェックしよう。ここは気をつけるとこだっていうところね。じゃあ写真撮ってさ、うん、そう、いつになるか知らないけども、うん、やっぱりね事故が多いところっていうのはね、うん、あるみたいですよ。なんかさ、うん、今までこうなんかポール立してあるじゃない、うん、ポール立ててないとこが最近立っちゃって、なんでこんなことするのかなと間違える人がいるからじゃないですか。だけど、うん、怖いよ、だって、うん、走ってた、あれなんか変なもん立ってるの。事故多発交差点っていうのはねちゃんとあるんですよ、うんうん、そこはねできるだけね行かない、通らない、行かと、そう、通らない、うん、行かないに越したこともう、いや行かない方がいいですよ、そういうところは。本当だね、うんうんうん、行ったら悪夢だよ、悪夢ね、うん、というわけで、はい、今日ちょっと始まるの遅かったもんで、はい、終わるのも早くなっちゃったんですけど申し訳ありませんけど、もう終わり、もう大変申し訳ありませんですが、人参売りに来たと思って、うん、今日はねこんな感じで、はい、最後健康ドカンで締めたいと思います、はい、じゃあ健康ドカン、はい、ありがとうございまし ました。次の番組はニアズさんのね番組です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。番組できて面白い。せっかく先生連れてきて急できなかったら先生がやばいやばい。青木さん、あれ、はいはい、前が実際出してた一番最初の、はい、なんだっけ